はい、速稼塾の久保です。今日の FX 相場解説なんですけども、昨日はね、私の手には負えないということをね、申し上げて、まあ今日に至るわけなんですけども、今日もね、まずは私の手には負えないよというところから、あ、でも全体的にはこうだよねっていうところがお話できますんで、ちょっとお付き合いください。では画面を切り替えていきますね。まずはね、1時間足を見させてもらいますけども、昨日私が、ちょっとこれは難しいよって言ったのが、ガクンと下がった後に急激にねこうやって V の字を書いていくところですよね。でこれはねこの V の字は私は分かんなかったよと、どこのテクニカルにもこの動き方はなかったんだと言ったんですけども、その後ね若干の横ばいを見せつつ、結局はこれねドーンとまた下がりましたよね。これは何かっていうと、やっぱりトレンドの方向に向かってるってことなんですよ。こういうふうに N を書いて落ちていって、 N を書いて落ちていって、でぐーっと上に上がったところで、まあゾーンですね、ゾーンがどこにあるのかっていうのは明確に申し上げられないんですよ。まあ後付けで言うならこんな感じですかね。本当あくまで後付けなんですね、これね。これ見えないですからね、今でもここでいいんだろうかと思うところなんですけども、トレンドの方向に向かっていくっていうことなんですよね。でそれがいつこのトレンドの方向に向かってセルの方に行くのかってことも分かんなかったんで、これね現象は分かるんですけども説明がつかないです。プラス今後もセルの方向に向かうのかどうかってことはちょっとね経験には申し上げられないかなと思うんですよ。で週足の方を見るんですよね。大胆に一番大きな時間軸を見ます。週足といえばまあいつものようにこんな感じで始まるところなんですけども、やっぱりねトレンドの方向はずっと変わってないと、そればかりがどんどん広がっていくばかりなんで、迷ったらセルでいいのかなというふうに今回は結論付けさせていただきます。迷ったらセル、やっぱりね今こちらの方にステージ変わりましたからね。以前はこっちだったんですけどもね、はい、ということですね。はい、いかがだったでしょうか。やっぱりセルなんですよね。ちょっと分かんないなと思っても、今のフェーズだと分かんなければセル、バイに行くことはほとんどないんだなというふうに感じてます。はい、それですね、現在 FX の基礎講座10月から始まったものですけども、10月、11月、12月と3ヶ月目最終月になってきました。あ、そしてですね、第4章というふうに講座の方もラストになってきます。今までね、基礎的なところからチャートの方からそして坂田工法まで行きました。最後第4章まとめに入る前に皆様からの課題を今どんどん受け付けております。返信が一部遅れてますけども、ご心配なく。そしてですね、皆さんからいただいた課題もどんどん動画化してますので、ちょっとね、タイムラグありますけども、お待ちいただいて取り組んでいただければと思います。それでは本日は以上です。FX の基礎講座、皆さん本当に力をつけてきてますね。はい、では失礼します。